人間の皆さん、こんにちは。IT 系マジバチル YouTuber のクイナイです。いやー、遅くなってごめん。ファイナルファンタジー14にハマっちゃってさ。動画投稿遅くなっちゃった。さあ、今日はね、チャンネル登録者数1000人、ありがとうということで、問題を作ってきたから、その紹介をしようと思う。最初からね、1000人を目標にしてたから、達成できて本当に嬉しいよ。次はね、2048に目指して、頑張っていこうと思ってる。今日はね、チャンネル登録者数1000人の記念と、あと僕のお誕生日記念と、あとバレンタインプレゼントとして、ここも問題を作ってきた。基本的には典型的な問題に、ちょっとした工夫を加えたような問題になってるから、ぜひ考えてみてほしい。あとこれバレンタインプレゼントだから、お返しはライトアップでよろしく。ツイッターのハッシュタグも作ってて、くれない風チャレンジっていうものがあるから、それを使ってほしいな。で、GitHub にすでに問題は公開してて、で、相談も OK。で、ライトアップも今から投稿してもらって大丈夫。ただ、一週間だけ、ツイッターとか、不意に目に留まるようなところに書かないように、その緩めの約束というか、まあ、ご協力というか、よろしくお願い。その、まあ、不意にね、ネタバレを食らってしまうことを防止するために、こういう風な、ちょっとした緩めの約束を加えている。で、来週あたりに作文社のライトアップを公開する予定だから、ぜひそれも楽しみにしててほしい。それでは、軽く問題を眺めてみよう。はい、それでは問題を紹介していこう。問題は全部で5問。PPRSA と Redundant RSA と The Big Five、The One Time Bad、3メルセン、3バリーズツイスターっていう風な構成になっている。で、問題の難易度順っていうのは、作文書想定では一応アルファベット順に並べたら問題の難易度順になるようにしている。ウォームアップがこの PPRSA、Easy がリドゥンダント RSA、の丸がザビッグファイブ、ハードがザワンタイムパッド。これ多分一番難しいだろうなと思ったんだけど、3バリューズツイスターっていう風な内容になってる。まあ、ただ、これ一人で問題作って誰にも見てもらってないから、正直人によってもしかしたら難易度が前後するかもしれないから、その場合は他の問題も見てみてほしい。で、フラグの確認方法は、このチェッカー .py っていうのを作ってるから、ここにフラグを打ち込んでほしい。よいしょ。Python さ、チェッカー .py、クレナイフ、CTF、ほげほげ、みたいな感じで入れると、解けたかどうか教えてくれる。で、問題はこのディレクトリーというか、まあ、フォルダを見てみるとわかる。で、PPRSA というのを開いてみると、こんな感じで、もう一つファイルが入ってる。で、全問題この output.txt っていうのがあるから、まあ、そこから平文を求めてくださいね、というふうな問題になってる。で、この output.txt がこんな感じになってて、で、普通の RSA っぽい感じになってるな。problem.py を見てみると、こんな感じで、バイツ2ロングして、で、p イコール get prime して、で、同じ値を p と q 使ってしまったよっていう風な感じになってて、で、そこから暗号化してるっていう風な感じ。まあ、ここ以外は普通の RS 暗号と同じだから、まあ、ぜひ解いてみてほしい。で、次の問題。次は、リドゥンダント RSA。リドゥンダントっていうのは冗長なとかそういった意味だな。で、問題見てみると、こんな感じ。普通に2つ素数を生成して、で、3乗の暗号化と65537乗の暗号化2つやってる。まあ、ここから平文を求めてくださいね、というふうな問題になってる。で、この問題の注意事項なんだけど、クレナイフ CTF の前後にランダムなデータが付け加えられてるから、真ん中にこの文字を見逃さずに、ここの部分を抽出して、で、フラグとして提出してほしい。だからここをコピペストして、コピペして、で、こんな感じでチェッカードとタイで、あら、あら、こうして、で、こんな感じで提出するイメージで、よろしく。よいしょ。で、次。よいしょ。じゃあ、ビッグファイブ。これは乱数の次の値を予測するような問題になってる。この過去に動画出した動画の難しい版になってる。過去では6つの値を使って次の値を予測したけど、この問題では5つの値を使って次の問題、次の値を予測するような問題になってる。
で予測したらどうするかっていうと、この予測した値を使って暗号化しているものがあるので、これはキーを使って暗号化してるから、そのキーをもう一回ここに代入してあげて、6つ目の抱き子に入れて、でこんな感じでやると求まるようになってる。だからぜひこんな感じで求めてほしいな。この CT バイツがこの暗号文になってるな。さあ次、またワンタイムパッド。これはすごい難しい問題だな。ワンタイムパッドっていうのは平文と同じ長さの鍵を作って、でそれを XOR するだけっていう、すごい簡単な暗号化手法なんだけど、意外とこれが頑丈なんだわ。暗号文がこんな感じだったとすると、例えば鍵がこうだったとすると、クリプトウィッチっていう文章が作れるし、別の鍵をこんな感じで、鍵がこれだったとすると、くれないフリーになってしまう。つまり暗号文が与えられると、鍵によってその平文が好きに変えられてしまうので、鍵がわからないと、まあ、理論上平文を戻すことができないっていうふうな暗号化手法になってるんだよな。で今回の問題ではこの鍵を、線形行動法で作って、その下位1ビットを使って、構成しているので、まあ、そこを使って、復元してくださいねというふうな問題になっている。与えられるのも、よいしょ、線形行動法の余りと平文の長さと暗号文、これだけ。ここから平文を求めてほしい。じゃあ次、3バリューズツイスター。これは PHP の問題で、こんな感じで、まあ、最初に PHP バージョンをツイープした後に2049個乱数を生成して、で、624個目と624プラス227番目と624プラス254番目の乱数を出力する内容になっている。で、ここからシード値かなんか求めて、R、つまり2049番目かな、の乱数を求めて、で、さっきと同じ要領でそれを鍵として暗号化しているので、まあ、その暗号文と鍵を使って復元してくださいねというふうな問題になっている。まあ、ここから頑張って求めてほしい。これだけだと少し難しいと思うので、参考リンクを貼っておいた。ここにその PHP の MT ランドを2つの値を使って復元するというふうな記事があるから、まあ、今回は3つの値を用意しているから、こんな感じな、3つの値も用意しているから、まあ解けるよね。ぜひ解いてみてほしい。ということで、今日はね、5問紹介してみた。ではまた来週、君たちのライトアップを待ってるぞ。ではまた会える日を楽しみにしてるぞ。バイバーイ。